吹雪大池は、長野県北安住郡小谷村にある池。定常的な流出河川はないが、雪解け時期に南東の位置から溢れ出す。横前倉山を最高峰とするのドーム状の地形の西側にあり、周囲を吹雪岳、岩杉山などに囲まれている。湖面標高はおよそ1775メートル。南東から北西に長いサツマイモ状の形をしており、 長径約600メートル、幅約200メートルほどの大きさである。北東側に小敷池、西側の一段高いところには品八池がある。北アルプス山中では南西5キロメートルの地点にある白馬大池と並び大きな池の一つである。池の成因としては1980年の研究では旧河口に淡水した河口湖とされた。 一方その後2002年まで行われた産業技術総合研究所の研究では、エビラタケ溶岩を形成する飛散体とその後の吹雪、ガク溶岩ドームとの間の関留によって形成された関留湖として考えられている。吹雪大池を含む周辺の地形は約80万年前から活動していた白馬大池火山を構成する飛散体の一部である。その形成史としては古い順に エビラタケ溶岩の噴出、フブキガク溶岩ドームの出現、フブキガク溶岩ドームの東北東側への崩壊と、フブキ大池の形成、および爆裂火口の形成があったと考えられている。小谷村から天ぐっぱら白馬大池方面に向かう登山道が池の南を通過しており、池の南東にはフブキ山層がある。池の周囲は、出現状になっている箇所もあり、 周囲を回る遊歩道からは、高山植物を観察することができる。ありがとうございます。